世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。三瓶直樹が見せる新しいムーブメント、無限に広がるフレッシュな世界。新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイスス。愛は食卓にある。キユーピーの提供でお送りします。フレッシュフェイスス。インザケイスオフ直樹三瓶。インターネットを見ていたら、職人さんがこだわって国内生産している白いシャツ、値段を見たら3万円。これカートに入れたことないなというふうに思ったんですね。ここに結構 e コマースの限界を感じました。そこで三瓶が立ち上げたのは、短期間だけのお店、ポップアップストアを開店するためのサービス。通常店舗を構える場合、契約期間や保証金が年単位で必要など条件は厳しかったが、そこに短期契約という提案を投げかけた。例えば74年の歴史がある商店街、自由が丘光街、集客が落ちていたが、ポップアップストアを誘致して活気を取り戻している。うちだと食物販になるんですけど、冷凍庫を置けるとか、あとは日にちとかが細かく設定できて探しやすいのがポイントですね。1日単位で買いられるので、ダメならやめようというのがあったので、思い切ったんですよね。今や全体の4分の1を短期契約が占める。問い合わせの件数がとても多かったんですね。それから業種業態が多岐にわたっていて、とても驚きました。スペースの検索から予約、支払いまで可能。路面店、繁華街のビル、ショッピングモールのスペースなど、取り扱う物件は全国で1万件を超えている。新しいこと、変わらないセオリー。販売員の派遣や重機の手配などオプションサービスも選択できるので、出店へのハードルは限りなく低くなっている。商業施設が空室が増えて集客力が下がる一方で、オンラインストアは競争が激化していると、そういった中でポップアップストアを出店していきたいという需要が非常に高まっているというふうに感じてます。フレッシュフェイスイズ、その先は？実店舗は五感を通してさまざまな情報を得れるようなメディアになっているんじゃないかなと思ってまして、インターネット、オフライン、すべて活用してお客様と接点を作っていくという時代に入ったんじゃないかなと思います。愛は食卓にある。キユーピーの提供でお送りしました。